前回にお話ししたように食生活を変えたというところからのスタートです、ね。スタートから見てない方はちょっとここでおさらいなんですけれども、私は、物心がついた時から20歳ちょっと超えるぐらいまでとかの20年間、ずっとひどいアトピーに悩まされていました、ね。それを、まあ、自分の、いろんな経験とか、勉強というかその情報収集であったりとかでいろんなことを、組み合わせて今は、うまくコントロールできている状態です。で、その自分が体験したことについてちょっとシェアしていくことに、今回からちょっと食生活のことに関してです。体質改善という意味での、食生活の改善です。でまずはじめにそのただこう変えなさいこう変えなさいだけではちょっとイメージがつきにくくて、なんかこう縛られてる感が、なぜこうなのかということが分からなければなんですね、なぜこれが必要なのかということが分からない限り、ちゃんとした効果を得ることができないし継続することもできないと思うので、まずはその考え方の一つです。例えば自分の体が、まあ、市町村の市であるとしましょう、まあすまあ、町でもいいし、でそこに、ゴミ収集ゴミ焼却施設ゴミ処理場があるとしましょう。でこの市の大きさに比べてゴミ処理場の規模がキャパが小さいとしましょう。そしたらゴミが処理できなくて溢れてきますよね。そのイメージと自分たちの体の消化機能であったりとか、ろ過機能であったりとか、そういうことを当てはめるとちょっと想像しやすいかなと。でそもそも皮膚は、体内の処理しきれなかった毒素が最終的に出てくる器官だから、脂っこいもの食べたりとかしたらニキビが増えたりだとか、便秘してたりだとかしたら吹き出物が出たりというようなことが起きるのと同じように、アトピーも自分たちの体の毒素がきっちり処理できる状態になっているから外に出てきている状態だと考えるならば、生まれながらに自分のゴミ処理場のキャバは小さいんだと考えた時に、じゃあこの処理場が、処理できるだけのゴミを出すようにしましょうよっていう考えが、食事をできるだけクリーンなものというか、健康的なものにする考え方の、方向性ですね。で、今そのアトピーがブワーってひどくなってる人はもうゴミ処理場がもう機能できないぐらいゴミでパンパンになってると。でもう自分たちの市だか町だかの道路に未回収のゴミが溢れ出てるということを考えると、一旦そのゴミ処理場を休ませてあげて、少しずつそれが処理できるだけのゴミを少しずつ出してあげるようにするということが大事になってきます。例えば
イライラするからといってジャンクフードを食べたりだとかケーキを食べたりだとかすることはもう今現在処理施設で処理しきれない日常のゴミであふれてるのに、そこへ産業廃棄物とか、もう粗大ゴミとかさらに厄介なゴミを投入することになってしまう。そしたらどうなります？だからまず私が行ったのは、もうできるだけゴミを出さないようなシンプルなシンプルなシンプルなご飯にすること。まず一番最初に変えたのは、飲み物、清涼飲料水の類のものは一切飲まないようにしました。できる限りナチュラルのミネラルウォーターを飲むようにした。あともう一つは玄米に変えました、でもう一つは白い砂糖を含むものを極力避けるようにしました。砂糖って、麻薬的なものというか、どうしてもこう中毒性のあるものなので、それを断つということはどちらにせよ体にいいことなので、できるだけ今ピークにひどい人、今ひどい状態にいる人なんだったら、もう極力の極力もできるだけゼロに近いぐらい砂糖を取らないようにしてください。あともう一つは油物を取らない、フライ物、油というのは体の中に入ったら必ず酸素と結びついて酸化して、その酸化したものが結局、体がまた処理しなければいけない状態になるのでね。だから、特に安物の油というと何なんですけれども、普通に外食して、チキンの揚げたやつであったりとかコロッケとか、なんかそういうそのフライ物は極力避けるようにしてください。であと、できうる限りお野菜、しかも温野菜、温かいお野菜を食べるようにしたというところが一番自分の、ベースとなる、食生活の改善でした。であともう一つ、これは社会人で一人暮らしをしている男性の方はものすごく辛いかもしれないですけれども、コンビニとかのお弁当は食べないでください。食品添加物がねよろしくないんですよ。とにかくよろしくない。普通の人なら処理できるんでしょうけれども、何せ私たちは生まれた時から小さなゴミ処理施設しか持ってないと、もうそれか、そういう私たちという死の定めなんだということを、こう知った上で、どうやってその小さいゴミ処理施設でうまく体内のゴミを処理していこうか、街中にゴミをあふれさせないようにしていこうかって考えた時に、食品添加物はよろしくない、よろしくないです。のでこれを機にできるだけ自炊することを、簡単な自炊でいいんで、覚えていっていただけたらなと思います。私の体験上、3年間ストイックにしっかり自分の食生活を見直していれば、大体のゴミ処理施設
は、クリーンな状態になってくれて、きちんと動き出すようになります。そうしたらたまに、たまに、だから月に1回マクドナルドを食べるのか、ね、月に1回カップラーメンを食べるとか、なんかだから月1ぐらいなら粗大ごみを出しても、月1ぐらいなら多少の産業廃棄物を出しても処理できるように徐々になっていきます。それでそれをずっと続けていれば続けていくほど、まあ1週間に1回とは言わないけれども、うーん、月に2回とか3回とかぐらいなら、ちょっとハメを外した食べ方をしても体が処理してくれるようになっていくので、3年の我慢が30年につながると思って、症状が軽い方なんだったらもっと早くに、気持ちのいい状態になってくれるでしょうし、そうなってきて結果が出てきたら、まあ味覚なんて結構すぐに慣れるものなので、そのうち健康的なものを体が欲するようになってきますから、思ってるよりも全然その苦しくないですし、逆にそれだけ効果が出てきて、肌が綺麗になって顔色が良くなってきて体の調子が良くなってきて気持ちが軽くなってきたら、やっぱり、この食生活がいいんだっていうことが分かると、逆に悪いものなんか食べたくなくなってくると思いますので、まあ我慢というよりは、本当にすぐに慣れてくれると思いますし、ただやっぱり3年間はストイックにやってもらえたら、その後のあなたの人生が大きく変わると思います。少なくともアトピーに振り回されて、毎日嫌な思いをしたり、恥ずかしい思いをしたり苦しい思いをしたり、悔しい思いをしたりとかってすることが減っていくと思うので、まずは食生活をきちんと見直していくことが大事かなと思います。次回もよろしくお願いします。アレクサキでした。 See you!